はい6月6日本日のメニューですデイリーマーケット情報ではあーえおえこのあとご覧くださいフリート、えークそしてマーケットの方長男時短は踏ん張ったんですが全般的にまあ弱かったというか、まあ、値下がり銘柄が多かったですねディフェンシブがしっかりしたかなっていう感じでした、えー、アトラクティブストックスのアルチザンネットワークス昨日の推奨でしたが珍しく久々にまともに上がりました、はい 明日はこれを変え、ポールトゥエンピットクルホールディングスです。まあ、いつもこの辺行ってますけどね、デバッグ、えー、で勝負してみたいと思います。ということで、えー、この後は、主要指数の動向と225採用メガを中心に大型株の動向を確認してまいります。デリーマック対情報をご覧ください。空手家の入江氏が吉本海雇になったということで、いろいろ忙しいですね、吉本昨日、今日とね。えっ、ー、と、 ゲノカイチとも言われる幅広い人脈で知られる家だが、振込詐欺グループとの闇営業を吉本の所属タレントに仲介したことが発覚し、事実上の解雇となったということでありまして、明日発売のフライデーでなんかすっぱ抜かれたらしいですね。大規模、2010結構前の話なんですね。5年前、大規模振込詐欺グループの忘年会に出席し、その仲介役がなんと異例だったことほどと。吉本興業が家に引き取りをしたところ、仲介の事実を認めたため、吉本興業を非所属ににと。だから、 やっぱ闇営業が良くないってのはそこですよね。その内部審査とかが当然効かないから、反社会的組織等のをかどうか、相手がそういうグループかどうかっていうのを調べる術もないし、そういうものだと分かってて、付き合ってしまうかもしれないみたいなね、そういうのがあると。 大きい会社になればなるほどそういうのがやっぱりあると思いますんで相手方がねどういう会社が新規のお付き合いをする時とかに相手方がどういうグループなのかみたいなのを調べたりするってことはどう,などういう形で審査してるのか知りませんけど私も証券会社にいた時はやっぱり そのまあ、リテール部門のでこうお客さんを探してくるときにそういうチェックをするなんですかねソフ,ソフトがあったっつったらあれですけどそういうデータベースがあるんで、まあ、そこに引っかからないかどうかみたいなのを調べてでリテールじゃなくてその本部に行ったときもあの新しい、まあ、システムの部門に行ったときに新しいなんですか s i r とかを使うときとかは、やっぱりなんかそういう、まあ s i r に限らないですけどね、いろんな、別に、なんか別にシステムとか言いながら、あの、総務みたいな感じのこともやったんで、もうよくわかんないですけど、新しいとこ使うときは、ね、その、データベースとかに引っかかんないかどうかみたいなのを調べて、で、ね、いろいろ財務審査とかがあったりとかしたなとかっていうのを、ちょっと思い出しましたけど、 多分、吉本だってきっとそういうのが、ね、新規で何か仕事がっていう時も、営業の仕事があっていうときも、そういうのがあるんでしょうから。で、わかんないですけど、この、だからイ、イリエスさんのその、普段の、その、ビジネス的な仕事っていうのは、 吉本的には儲かってたのか儲かってなかったのかっていうこともあったりするんじゃないかなっていう気はするんですけどね。そこも大きいですよね、きっとね。だからそこは別にもう別途、あのー、会社名忘れましたけど、EDC の会社は <laughs> そ。そっちの方にもう直で行っちゃうからっていうこと。で、今回はたまたまだからその吉本興業の他の芸能人の人を 忘年会に出席していたからなんとかみたいなことだったりしたから契約解消にストレートになっちゃったのかなとも思うんですけどね一人でやってる分にはそこまでならなかったのかもしれないですが大規模振り込め詐欺グループとはどんなどなんなんでしょうね <laughs> どんぐらい大規模なんでしょうね、えー、ということでなかなか 急忙しそうな今日昨日今日空手家とかだと山ちゃんと同期ぐらいですかねもうちょっと下なのかなライセンスバッドボーイズが同期ですってどうも分かんないもうウィキペディア書いてあるも早い早い <laughs> 早いこと早いこと とといううことだそうです皆さん気をつけましょうね。で、その私も1人でやってるとなかなかね、ちょっと怖いんですよ。いろいろそういうのがあ,るあったりとか。気をつけなきゃいけないところですよ。あと、ホスピタリティドットコム新しい記事出てくる。 おりますんでご覧くださいここホスピタリティド下の方にリンクも貼ってあると思いますが、hospitality.com から、ホスピタリティーズアイですね、HDC 送検コラムのところからですね、開いていただいて、サブスクリプションの,のテーマに書いておりますので、ご覧いただければなと思います。で、今月は今月での、また新しいテーマの、あのー、小、小、なん、展示会とか、そういう小、小、 な何て,て言うんですかね。<laughs> あのうーん、そういうそ展示会とかの,そのデザインとか、そういうのを題材にしたコラムをですね、こっちも格付月でだから毎月毎月順繰りでやっていくことになったんで、ちょっとまたあの書いたらお伝えします。何をどうテーマにしようかなと思ってるんですけどね、ちょっとまたい,いろいろ調べて、調べながら書かなきゃいけないなって感じなんですけど。 はい、ということであります。えー、という感じで、えー、ぜひご覧ください。ということで、えー、この後は、使用指数の動向と225 3、4メガネ中心に大型株の動向を確認してまいります。デイリーマーケット情報をご覧ください。はい、日経金株価、えー、っと今日は2円06000円安、まさかのマイナス。 えー、0.01%の下落でした。もうなんか意図的に売られたんじゃねえかっていうぐらいのマイナスですよね。信じらんない、本当に。えー、ということでした。えー、2, 万2万飛び774円04銭ということでありましてですね。いやー、信じらん。本当に、これ、まあ、嘘でしょっていう。<laughs> という感じで、まあもちろんマイナス、朝方ちょっと安かったりもしてるんですけど、マジですかって。 いうことですよねまあ、上海がちょっと下げましたね。1.17%マイナスでしたんで、まあ、その辺の影響はあるのかなとは思います。で、ドル円もちょっと意外と戻せなかったっていうところがありますので、108円、今20銭というところですね。本当だったらもうちょっと安いっていいかなと思うんですが、 えー、ニューヨークダウが207ドル39セント二万五千25,539ドル57セント0.82%上昇とかって言ってる割には日本株に帰ってこないってこの悲しさ。ナスダック48.36ポイント七千五百7,575.48ポイント0.64%上昇。200日線回復ですね。SP500 も0.81%の上昇なんですよ。これがどうして日本株にこれもう素直に帰ってきてくれないのかっていうですね、悲しさ。ですね。 えーと、原油は多少戻してですかね。52ドルぐ手前まで戻ってきておりますが、なんか変ななっちゃった。えっ、ー、と、ここですね。225の5分足見ていきましょう。まあまあ、終日しっかりなんですよ。ね。まあ、一応、昨日、朝、朝だけ安いところからスタートして、でもすぐもうプラス圏で、もう日中ほぼプラス圏にすが、最後30分スルスルスルっと売られてマイナス。どうしてだと、本当に嫌になっちゃう。 ですね という感じでした。トピックス見ていきましょう。えー、トピックス。えー、5.17ポイントです。124.91。こちらも小幅安0.34%のマイナスでした。JPEG400 が0.31%のマイナス。2部指数0.08%マイナス。こちらも小幅安です。ジャスダック益も小幅安2.2円47銭安、3 3 3 0円10銭。えー、0.07%の下落でした。3日ぶり反落。マザーズ指数14.15ポイントです。879.37。1.58%下落ですね。随分下げました。なんか下げたやつがいるんでしょうね。きっと えー、というところリート指数は反発0.74%、えー、のプラスとなりました225の中,中身見ていきましょう、えー、今日は値上がり銘柄ガ数60、えー、変わらずが5値下がりが160ということでまあ小幅安中割には、えー、値下がり銘柄ガ数が圧倒的に多いんですよねだから先物主導で あのー、三兄弟のうち二人がすごく上に引き上げたんですよ。確かに。そうなんです。まあそこでしょうね、ポイントはね。先物と、現物の動きがちょっと裏腹になっている部分があったのかなという気はしてますが、えっ、ー、と、ね、上がりから見ようかなと思います、今日は。えっ、ー、と、楽天が今日値上がり率トップでした。52円だから1168円4.66%上昇です。 5G の話ですかね。違うんだ。そっちか。一部でスマホ決済に関してのランキング調査が伝わって、えー、楽天エディが、えー、トップだそうです。楽天エディか、あんまり使ってないな、最近。なんか、JAL の、あれは何でしたっけ、JAL のマイルマイレージとかを楽天エディにしてますけど、あんまり最近やってないな。 JR 東日本とスマホ決済での連携も発表 QR コード決済楽天ペイに, J R に、えー、JR 東日本の電子マネー s u の機能を取り入れるだそうです、はいまあ、リフトの株価上昇なども材料紙ですってどういうことです楽天がね、えー、最近調子いいですね去年あれだけバカにしてたのに <laughs> バカにしてたわけじゃないですか、えー、2位ソフトバンクグループ303円高9882円2日,半、えー、2日続進ですね3.16%上昇でした なんか、特段あったんですかね、ソフトバンクグループは。あー、ウーバーか。ウーバーの株価一時、公開価格を余ってよかったです。ねやっと余ったかって感じで、これで、ね、一旦落ち着けますかね。3位。ここ、やっぱりソフトバンクと、えー、ファストリーが大きいですね。今日大幅反発、えー、です、ファストリー。ー1770円だから64,080円、2.84%上昇。なんでしょうね。 どこだ,ないだから昨日ご月次良かったのにこんなに売られることはないんだっつ話ですよね。そこですよ。4位、第一三共製薬。第一三共は高値更新101円だが5,989円1.72%上昇。四季報先取りとか出てるんですね。この辺が材料視されたのでしょうか。 えー、続いて5位が JR 西ディフェンシブ優勢です、今日はうは、えー、150円高8890円1.72%上昇で高値更新となりました、えー、6位、旭化成19円高1130円50銭1.71%上昇特段材料ないです。昨日のところで四季穂先取り出てますんで、まあ今日なんだってことはないと思うんですけどね とというところそして続いてコ好え、80円高5100円1.59%上昇 NTT ドコモ37円高2512円5 0 0円1.49%上昇特段今日は何もないですよね、はい、ドコモとソニ,ーあそソニーフィナンシャル高値更新34円高2493円1.38%上昇して資生堂が来てますね この辺のトイレたりとか、化粧品今日はしっかりしてません、ね。資生堂105円だか7910円1.35%上昇。なんかありましたかねジョンソンジョンソンとか、プロクターギャンブルあたりが昨日良かったとか、えー、三菱倉庫39円だか3015円1.31%上昇。そして大塚。えー、48円だか3738円1.3%上昇で3日続進です。これも四季法か。3 大塚、カオ、トイレタリーで、ダイワハウス、スカパー j サあと、テルモ、JR 東、京成電鉄、であと、ブリジストンとか、景気敏感株、京王電鉄、明治ホールディングスと、そんな感じですね。 えー、値下がりの方を見ていきましょう日記が随分下げてますレーティングかな,なんか材料特段なかったと思ってますけど何でしょうね、えー、日記110円高1396円7.3%下落です日記急落原油安逆,逆風別にきの今日急に下がることねえんじゃないかと思うんですけどね、えー、日記でした2位が三菱自動車まあその なんですか統合の交渉のが結局進まないというか多分無理だっていう話になってしまっているというところで振られたんでしょうね。というところです、えーと。三菱自動車。日産はそんなによく下げてないんですけどね。3位、ヤフー。ヤフー16円安291円5.2%下落でした。 何も出ていない4位、日野自動車、トン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 。えー、43安円、850円4.82%下落で安値更新です。トントンは、UBS 条件が、えーと、バイからセルに2段階一気に価格下げ、いすずもそうらしいですよ。いすずも見ておきますか。いすず下落率8位です。いすず自動車。57安12円、1222円5パーセ4 5下落でした。 あとは太陽油田最近あんま見なかったですけど太陽油田の95円安1912円4.73%下落あとは太平洋金属103円安2141円4.59%下落太平洋金属いすず自動車 IHI ですね94円安2422円3.7%下落そして藤倉クラ 14円安365円3.69%下落でした。はい。ということ。藤倉、昨日頑張ったんですけどね、さすがに上がりすぎて反落。えー、っと。以下、安川電機、TDK、大日本住友製薬、アルプスアルパイン、川崎重工業、東方亜鉛、神戸製鋼所、大熊、富士電機という形で。 えー、ハイテクが主に売られてるかな、あと素材系とか、その辺が売られてるかなというところでありました。高値安値更新、一応確認しておこうかなと思います。うーんと、高値更新、大型物、第3京ですね、先にね。えー、ダースキンとか、ここで意外と高値更新。 6円高2900円0.21%上昇で高値更新です。まあ、あの、モス、モスじゃねえや。えー、違う。ミスドの方が調子はまだ多分、そんなに戻ってないと思うんですが、ダスキンの本業の方がね、やっぱり調子いいですからね。えー、そんな感じ。o p c とか、やっぱ高値取ってんだなぁ。ちくしょう。えっと、で、ソニーフィナンシャル、えー、JR 西、NTT か、ここで高値更新。 36円だか5000円がちょっと重たそうな感じありますがどっか抜けますかね0.73%上昇そして東方が高値更新したあとマイナスになってますが、はい、というところでありました、えー、ということで以上、えー、デイリーマーケット情報のコーナーでした